広古は、厚生省と湖南省、あるいは大きな江と湖の平章で、展示手間に対する民間、世間一般を指す言葉、次の二つの分野によって用法が異なる。前週用語から夏暗居の別称中国文学、用語部教小説において、その特定世界を指す中国の東大に活躍し、後に前週の中心的な教団となる、場所同一と、 石頭紀仙の二人が活躍した地域が現在の厚生省と湖南省であり、そこから全州僧侶の世界を広古と称するようになり、後に広古界といえば夏暗鏡を指すようになった。中国の大衆小説の中で大きな位置を占める武教小説の中において武術を身につけて結束、団体化した人々が所属する一般社会とは異なる特殊な社会のこと。 水古殿が起源と言われているものの定かではない。孔古は古くは創始に見られる。古語では五個崇拝の広い世界のことを表し、創孔古といえば各地を流浪することを意味した。後には孔古は俗世間から離れた因子が住まう世界のことをも指すようになった。上流階層に属する者にとってそれは朝廷や権力といったしがらみの世界と、 相対する自由で自然な一種の理想法的な世界のことであった。南宋後期の高古師派と呼ばれる詩人たちは、下級管理であったり、三輪の一子であったためにその名が付けられている。仏教小説においては、そうした高古が持つ規制の概念を利用しつつ、武術の使い手たちに焦点を当て、競技を尊ぶ気風や、勘に対する反発。 無法性といった要素を加味して、半ば架空の世界を作り上げている。なお、同じ仏教小説で使われる言葉に、竹林があるが、孝子と同じような意味合いで使われることが多い。ありがとうございます。